鎌伏山は青森県陸奥市にある山である。下北半島中央部に位置する恐山山地の最高峰であり標高は878.2メートル。恐れ火山の先カルデラ火山である。頂上付近には鎌伏山展望台があり、眼下に陸奥下鍋から大港にかけての市街地と道の区湾を望み、遠くに尻屋崎から陸奥市大畑町。 風間浦村までの下北半島北辺の曲線を見ることができる。美しい造形美の南に、八甲田山や県内最高峰の岩木山、北に、ウソリ湖、シリア崎、北海道を望むことができる。また、光の揚げ波長と称される、ムツ市の夜景を楽しむことができる。鎌伏山の頂上には、航空自衛隊のレーダーサイトが設置されており、 周辺の山の頂上にもそれぞれレーダーが設置されている。麓の航空自衛隊第42警戒軍とは防衛省専用道路で結ばれている。なお、この防衛省専用道路は地元の学校の遠足のルートにもなっている。以前は防衛省専用道路を一般にも開放していたが、現在は許可が必要となっている。 海上自衛隊の大港基地と基地名が似ており、また、むつ市民からも42系と呼ばれ、航空自衛隊の部隊という認識が薄い。現在、レーダーを乾燥中で、レドームや二つあったタワーは撤去されている。中腹に設置されており、むつ市や横浜町などに電波を送信している。トラブル先。 カルデラ火山とはカルデラができる前にあった火山のって構成、直径18メートル、高さ40メートルのレーダーを設置、鎌田里市、第一消費劇の6カ所村、鎌田里市、斉藤光つ正町、ルポ、下北角半島原発と基地と、人々岩波書店2011年73ページ、アナログ放送中継局に対応する、デジタル放送中継局一覧。 総務省地上デジタル放送に関する公開情報。青森県東通村の地デジ南市長の解消から、受信障害対策中継放送局3局に、免許。総務省東北総合通信局。2013年11月27日リリース。青森放送50年史166ページ。送信書一覧。青森テレビ30年の歩み283ページ。 年表1971から1972年。ありがとうございます。